BMW が開発を進める4シリーズクーペ新型の最新プロトタイプが豪雪のスカンジナビアで体感テストを開始した。捉えたプロトタイプはこれまでとほぼ同じカモフラージュが施されている。しかしヘッドライト内部の LED デイタイムランニングライトが新たにブーメラン型になっていることや波打つテールライトデザインが鮮明に確認できる。新型のアーキテクチャには G11 型7シリーズで導入した新開発のフラープラットフォームを採用。モジュラープラットフォームであるため FR および 4WD ハイブリッド、さらにフル EV パワートレインにも対応できる。キャビン内は3スポークステアリングホイール、台形のインフォテインメントシステム、標準列の HVAC コントロール、センターコンソールにはロータリーダイヤルを備えたエレガントなインテリアとなる。パワートレインはエントリーモデルに 1.5 リットル直列3気筒ガソリンターボエンジン、上位モデルには最高出力258ピコセカンドを発揮する新開発の 2.0 リットル直列4気筒ガソリンターボエンジンほか、 2.0 リットル直列4気筒ディーゼルターボエンジンをラインアップ。高性能モデル 440iX ドライブには最高出力382ピコセカンド、最大トルク 500Nm を発揮する 3.0 リットル直列6気筒ターボエンジンを搭載。頂点に君臨する M4 は M3 セダンと共有する同社の 3.0 リットル直列6気筒 S58 エンジンを搭載予定で、最高出力は510ピコセカンド、最大トルクは 598Nm を発揮するとみられる。ワールドプレミアは2020年6月以降と予想されていたが、最新情報では2020年3月のジュネーブモーターショーが有力となっている。新型車を最速スクープ、スパイダー7をチェック。